日本国外務副大臣の宇都隆ですす政府を代表しして一言お伝え申し上げます1996年に日本が欧州評議会 COE のオブザーバー国となってから本年で25周年四半世紀を迎えましたペイチノビッチ・ブリッジ事務局長をはじめ COE 事務局加盟国関係者のこれまでの協力に深く感謝申し上げます 25年前の11月20日、日本がオブザーバー国として迎え入れられたのは、欧州諸国が日本を COE が掲げる自由、民主主義、人権、法の支配といった基本的価値観を共有し、COE とともに世界をリードしていくにふさわしいパートナーと認識し、そのような役割を期待していただいたからと考えています。日本はこのような期待に応えるべく、 アアジア唯一のオブザーバーバ国としししててこれままで積極的に活動してきましたサイバー犯罪条約にはその基礎段階から関与しその他の加盟条約に関係する会議やシンポジウムにおいて我が国の考え方を発信してきましたまた近年急速に発展している AI 等の新しい技術をめぐる議論についても我が国から専門家を派遣する等の貢献をしています 我が国は COE がルールメイキングをリードしてきたことを評価しています。人権問題は国際社会の正当な関心事項であり、COE とともに人権分野における議論を深めていきたいと思います。また、日本の最高裁判所と欧州人権裁判所との交流の継続により、人権という普遍的価値について、司法レベルで率直な意見交換ができる関係が保たれていることも 意義深いいことと考えています欧州域外からの我が国の参加が自由民主主義人権法の支配といった COE が推進している基本的価値を世界に発信する一助となり続けることを願いつつこれからもオブザーバー国として COE に貢献していきます次の四半世紀においても COE と日本との関係が一層発展していくことを記念して 私のメッセージを締めくくりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。